タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。これもう完全に高林さんの夢にお金出してくださいみたいな感じじゃないですか、はい、渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井、美容外科医としてあまたの施術を担当、 YouTube、SNS 戦略で事業を拡大し、医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなど、その活動は多岐にわたる。志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りる。で、まあ、10% リターンとかもまあちょっと内心喧嘩売ってんのかなと思うんですけど、いや全額リターンだろうって思うんですよ正直ね。こんな完全にね、高林さんのやりたいこと応援しますみたいな感じですよね、はい、先返しますよね。自分の飯代だけ取って、で全員の飯代だけ取って全額こっちに返済するのが筋ですよね。あ、全額返済は考えてます、もちろん。当然ですよね、はい、そんなの。つまり初期に400万必要なのは分かる、500万でも必要なのは分かるんですけど、要は高林さんがその後パチプロでも収益を出すわけじゃないですか、はい、それは僕らに返すべきですよね。当たり前ですけど、初期にロットで必要だっただけであって、はい、それは至急あなたが全力でパチプロで稼いででも年内に返すべきですよね、はい、収支計画もなし、プランニングはできるもの全部やりますみたいな、アホですかとしか言いようがないですよね。そんなことでこんなね、400万自分の楽しみ、まあ言うなればもうね、もう趣味ですよこんなんね、それを応援するために脱走させようっていうのはちょっとこう、まあ社会マナーレベルでの話なのかなっていうところが正直な感想なんですけど、はい、高林さんどう思いますか。事業計画書には毎月その返すっていうのは書いたつもりだったんですよね、はい、それはいくら返してくれるんですか。例えば40万返してくれるんですか、10ヶ月で返してくれるんですか。まあ月5万円だとか、例えば5万円っていうのは400分の5ですよね、はい、それ 12.何パーになっただけですよね、それはね、はい、それは400万円分返して、でそれプラスそれとは別に10% の売り上げが出た時にっていうのを考えてました。なるほど、5万ずつってことは80回、はい、あ、ごめんなさい、 1. 何パーですね。だからそれは少なくないですか。だから最初にもっと全力で返すべきですよね、まあ、そこはもう返すと決めたら、まあ、とことん稼いで、で活動するときは活動するというふうに、まあ、なんて言いますか、その朝10時から例えば晩11時までだとかを使えば、まあ、かなりやっぱ稼げるので。あとその一つ、その稼げるっていうことに関して全く僕信頼ができないので、はい、これはすごい簡単な理論なんですけども、まあ、箱の中にくじが一つあります。で10個のくじがあるとします。で一般のいわゆるそのほとんどのお客さんがやっぱ負けてるので、一般のお客さんは1000円払って2回とかしか引くチャンスがないんですよ。で自分たちはその1000円払って7回8回とか、その一般の方よりも多く抽選を引ける台を見つけて売ってるっていう、そういう理論なんですよね勝てるのは要はいい設定の台を見つけることができるんですか。はい、そうです。確実に6を取れる。6はないか、6はないとしても4、5を取れれば。設定6はもう普通に打てますね。イレギュラーはないんですか、過去この20年間、20年間ですかね、パチスロ。マイナスになったことがないかってことですね。年間だとか、まあ、月だとかで。月単位では4年に1回ぐらいの確率でマイナスになることはあります。確率の世界なので。すごいっすよね、その確率。ただそれ以外は、まずならないです。パチスロ YouTuber になった方が儲かりそうですよね。儲かりそう。ちなみにその高設定の台を見つけるコツは何なんですか。まあ、店の癖を読んだりだとか、設定士がどこに入れるかっていうのを、それがマーケティングですよ。あ、そうです。素晴らしい。心理戦と言いますか。パチスロで勝ちたい人は多分いっぱいいると思うんで、そっちに。ニーズありますね。それで結構全国からうちに泊まりに来て、まあクリエイターの卵がなんかすごい口コミですごい広がりまして。すごいですね。なんかそれで人集めれるんじゃないですか。まあ北は岩手県、南は沖縄から。結構そのお金のないクリエイターたちがちょっと今仕事が次見つからないんでお願いしますって言ってうちに泊まりに来てで、まあ稼がしてあげてっていう、まあ最長2ヶ月
滞在した方も、ね、なんか仕事のだビジネスとなんかやりたいことちょっと分けた方が多分高林さん良さそうな気がしてて、はい、歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田流星年商10億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト 2.0 時代を牽引アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？そう、一回パチスロで、まあ、ネットでも何でもいいから有名になってでそのチャンネルでたまに自分で弾き語ってたりとか音楽を流してでそれでちょっと満足してみたらどうですか？なんかね多分脳みその8割ぐらいパチスロ考えてると思うんですよ。これぶっちゃけ。いやもちろんロックもやりたいんだろうけど今どっちかというとみんなが興味持ってるとか、はい、高林さんの何が知りたいかって多分パチスロの勝ち方なんですよ、はい、だからそっちで一回自分を売り出した後に、はい、これもう有名になっちゃった後にやりたいことをやっていった方が順序としてはなんか綺麗な気がするなって思いました。なんかパチプロバンドマンっていうブランドの方が、あ、それを一応刺さりそう。去年からなんですけど、まあ、ツイッターの方に、まあ、旅打ちバンドマンと、まあ、両方で売っていこうかなと思って、それまであのやっぱパチスロで稼いでるっていうのは全然出してなかったんですよ。そのいやそれこそあの粗品さんがやってた、あれ分かります？借金大王でしたっけ、なんかの替え歌。あ、ちょっと分からないですね。あのなんかギャンブルする人の気持ちを替え歌してるですごくバズったやつがあるんですけど、はい、あんな感じでパチンコスロットの勝ち方をいろんな有名な曲でカバーして歌ってったらすごいブランディングになると思うんですよね、はい、確かにTikTok とかめっちゃ流行る、ね、めちゃくちゃ流行ると思うんですよね、はい、まあ店にマークされること間違いないですよね。また来たあいつってなるかもしれないですけど、まあ、そうですね、はい、そうなればこの人の他の曲どんな曲があるのかな、ちゃんとしたも歌ってるんだで客は入ると思いますけどね、うん、いやもちろんプライドがあると思うんでそういう曲はやりたくないって分かるんですけど、ま、その要は売れたいのかなんていうんですかね、自分のやりたいことをやりたいのかでバンドマンってやっぱ悩むじゃないですか。メジャーズデビューする時も売れる曲を書くか自分たちのやりたい曲をやるかの二択なんで、そうですね、はい、その時にどっちですか？まあ、やっぱり人形的な感じではやりたくないっていうのはありますね、はい、自分が聴いてきた音楽がまあ そんな感じの音楽で育ったっていうのもあるんで、はい、今からやっぱり上がっていくためには、はい、まあ、相当の歌唱力相当 の、まあその演奏力あれば別ですけれども何か味付けがないと今のご時世ただのそこら辺にいるバンドやってる人の一人のおっさん、うんですよね、正直なところ、まあ、それが関の山だと思うんですよね、はい、だからそこにやっぱり何か何でもいいんですけど2つ掛け合わせた瞬間にライバルがいなくなるものってたくさんあるんですよ。何でもいいんですけど、まあ、僕だって美容外科医かける塾経営これだけで敵一人もいなくなるんですよ、はい、両方ともめっちゃいるんですけど何かをやっぱ混ぜるっていう感覚を持たないと全く今ポテンシャルで世の中のマーケティングで優位性を取れるとは思えないですね、はい、せっかく2つ能力があるのであればその2つをミックスしてみるのはいかがかと思いますか？それは考えてまして、あの、まあ、押し出してるやっぱツイッターのフォロワーとかもそれで1年で400人ぐらい増えたりだとかはありました。あ、けど現状700人ですから700人なんてね別にそこら辺の中高生レベルですよね、うん、それじゃまだまだですよね。まず1万人ぐらいまでは、はい、そうですね、もう強烈にやっぱりその勝てる、はい、パチンコで勝ってんだぜ俺、うん、それで自由に俺歌歌ってんだぜっていうブランディングをしてった方が、はい、もう歌にも興味出ちゃうし、うん、何この人みたいなめちゃめちゃ好きな歌歌ってんじゃんってなってバンドマンからも多分興味が湧いてくるし、はい、なんならそこから収益、例えばパチンコのパチスロの必勝法のオンラインまあそのオンラインサロンみたいなもので定額でねサブスクでうまく取れる場合もあるし、はい、まあ、個別コンサルで月30万とか取れる場合もあるでしょうし、はい、そういうのでまずベースのその収入源を養っていかないと自分が今パチスロで台回さない限り全く収益が生まれない状況になってるじゃないですか、はい、だから人に回させて稼がないと
自分がやりたい音楽できる時間ないですよね。さっき言ったとおり週3パチスロしたら収益半分になっちゃうわけじゃないですか。そうです、ね、週3しかできなかったら、はい、だからその週3を人に打ってもらって稼がないと、そういう話に持っていかないと自分が音楽できないですよね、本気で。だからそのスキームを考えることがマーケティングなんですね、先ほどから竹内社長の言ってる、はい、だからそれだと思いますよ。自分の時間を使うっていう考え方から離れないといけないと思います。人を使うっていうのは今でもやってるんですよね。人に打たせて全部がめるってことですか？いえ、あの普通に売り上げ、まあ、その日その月に出た収支の3割とかをもらって、その代わり勝ち方とかこの台に座ったら勝てるよっていうのを教えてっていうのは。何人ぐらいいるんですか、その門下生みたいな、その3割いただいてる方は。最大では 5,6 人はいましたけども、今は2人とかですかね、はい。で、まあ、マーケティングのその本を読んでた時に、さっきあの細井社長がおっしゃってたように、その2つを掛け合わせるとそのまあ、オンリーワンになれるじゃないですけど、それはあの自分も思いまして、まあ、ミュージシャンっていうのはやっぱ星の数ほどいて、でパチンコスロットで買ってる人っていうのもすごいたくさんやっぱいるんですよ。でもその両方やってる人って言ったら、まあ、自分しかいないなっていうのを思いまして。なんでそれをここに書かないかっていう話なんですよ。そのパチンコの収益も交えてここに収支計画書出してくれたら、むちゃくそ面白いこの人ってなるんですよ。つまりせっかくこんないいこのチャンネルに出る機会を持ってて、はい、あなたはその2つをミックスした方がいいってことも頭の中にあるのに、一番肝心なところにそれを出せてないんですよね。最初から僕パチスロとバンドの融合でやりますっていう風に言ってくれたら全員ウォーなりますよね。でパチスロで確実にこんだけの収益が出るんで、それ運用してやりたいんですけど、ショットで CD 作りたい、 PV 作りたい、500万必要なんで、貸してもらえないですか、1年以内に返します、ここまでの3年の収益こんな感じなんです、そして門下生2人いてこいつらが3割抜けるんで時給1000円でチャリンチャリン回るんです、ずっとねっていう風に持ってきてくれたら、え何これめっちゃおもろいやんってなるじゃないですか、はい。なんでそれをこの肝心な時にやらんのかっていう、分かってることを今言われて、まあ前からそれ思ってましたっていうのは、それは小学生でもできる言い訳になってしまうわけですよね。大人はちゃんとここに標準を合わせて準備をしてきてほしいわけです。だからその準備能力がないということに関して僕らはすごいこう懸念してる。まあなんかバンドマンにそれを求めるのは難しい。バンドマンですからね。確かにあのアーティストさんがそこまで考えなくてもいいかもしれないんで、まあだからまあ、ドラゴン細井先生みたいなプロデューサーがいたら、多分もしかしたらもうちょっとなんかこう面白い企画とかあったとかかもしれないし、はい、まあ、ご自身で見つけるとかしたらもっとなんか面白い感じにはなるかなっていう、なんかいろいろ人に任せるのも大事かなみたいな、その、はい、バンドマンのメンバーだけじゃなくて、まあ、細井先生みたいに尖ったこと考えられるようなプロデューサーさんもちょっとこれから探してみるのもありかなとは思いますね。はい、ロックとパチスロの組み合わせという新たな可能性を知る志願者。果たして虎の言葉は男の心をどう動かすのか。いよいよラストステートメント、では高林さん、ラストステートメントです。どうぞ。はい、まあミュージシャンっていう要素とスロットパチンコで稼いでるという両方の要素を全面的に押し出して、それをまあ発信していって、その人の興味を引きつけて活動していこうと考えてます。では皆さん、今日からの新しいルールです。この時点でモノポリオールの方はいらっしゃいますか？はい、いらっしゃらないようなので、ではファイナルジャッジメントタイムです。はい、5人の方からいただきました。では最終決断に入ってまいります。鴨社長お願いします。すみません、ナッシングです。はい、まあなんか他の人から今怒られたことって、逆に言うと普通の感性じゃないってことなんで、なんかそれはアーティストとしてはいいことなのかなと思ったりもしましたが、はい、まあ、なんか普通にドブ板やってるだけだと流行んないんで、インターネットの勉強されるといいかなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。
はい、大阪社長。すいません、ナッシングです。熱が、伝わってこなかったのと、音楽に対するこうプライドが僕自身には伝わってこなかったです。はい、新たな今こうお話があったと思うんで、新たなチャレンジで、羽ばたけるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、桑田社長。はい、ナッシングです。早くなんかお金の呪いから解かれた方がいいかなと思いました。言い訳はお金じゃないと思います。はい。はい、はい、竹内社長。はい、ナッシングです。1個だけ質問してもいいですか。はい、僕がバンドやった時って、はい、モテたいとか目立ちたいが一番だったんですけど、はい、今音楽やられてるモチベーションって何ですか。自分の作品を世の中に残したい、それだけですね。モテたいとかは別に全くないです。はい、ありがとうございます。はい、はい、最後に細井先生。はい、100万円一応出させていただこうと思い岩井社長に送りました。はい、はい、単純にその10個も上の方に失礼な物言いをしてしまい大変申し訳ございませんでした。うん、ためになりました。あとはその厳しいことをたくさん言わせていただいたんですけども、非常にこうリアクションにこうなんていうんですかね、まあ愛嬌があるというか、割と人に結構愛されるキャラクターなんじゃないかなと思った部分は結構ありました。それは正直なところですね。なんで本当にちゃんと頑張れば結構ちゃんとファンつくでしょうし、すごい皆さんからね愛されるキャラクターができるんじゃないかなと思いますんで、今回ちょっと100万円だけっていうことになりましたけども、そのお気持ちで出させていただきました。ありがとうございます。はい、この段階で大変残念ながらあなたの希望する金額に達しませんでしたので、今回はナッシングです。はい、お疲れ様でした。はい、いろいろすごいためになる話をしていただいて、今後の糧になると思います。はい、はい、頑張ってください。はい、はい、お疲れ様でした。どうも。バンドへの思いを語りトラへと挑んだが、惜しくも結果はナッシング。しかし愛されるキャラクターとパチプロとしての才能を評価され、事実札束は動き始めていた。己の道を進むのか、再びトラへと立ち向かうのか。男の背中を見送り、タイガーファンディングは次なる志願者を待つ。